アウロラ国でのお話です。人工知能の権威マブセ博士が長い年月をかけて研究を続けてきた戦闘用ロボット兵士が今ようやく完成しようとしています。マブセ博士はさまざまなことをブリコに教え始めます。ブリコもまたなぜと問いかけ自らの知能を伸ばしていきました。詩集を読み音楽を聴き絵画の美しさを知るブリコ、いろいろなことを知れば知るほど毎日が楽しくなっていきます。マブセ博士いる？クリクリの目をしたそばかすだらけの小さな女の子が家に入ってきました。マブセ博士いない。あら、あなたお人形さんなのに喋れるのね。あ、しまった、僕喋れない、喋れない。喋ってるわ。お、私はビュッペ、あなたは？僕はブリコ。その日からビュッペはブリコの家に遊びに来るようになりました。ブリコは年いくつ？ブリコの噂を聞きつけた一人の不良少年がいました。スライです。ブリコを使って人儲けたくらんだ彼は甘い言葉で近づいてきました。やあ、こんにちは。あ、僕はスライっていうのさ。君の名前は？ブリコ。ブリコってのか、よろしく。ところでどうしたんだい、浮かない顔をして。失恋した、悲しい、胸が痛い。失恋か、それはつらいな。マブセ博士にひどいこと言った、後悔、胸が痛い。そうかそうか、それは大変だ。わかるよ、僕も何度も心の痛みを経験してる。来る日も来る日も街中を歩き回っていました。けれども今夜は雨、持病を抱えるマブセ博士の体にいいわけがありません。その時です。探しましたよ、マブセ博士、あれを渡してもらいましょうか。突然現れたアウロラ軍に驚いた博士は目を大きく見開いたまま逃げ出しました。それを兵士たちが追いかけます。しかしすぐに博士は胸を押さえて倒れ込んでしまいました。ビュッペ博士。ブリコ博士が大変だわ。博士大丈夫か？ごめんうよ、ごめんうよ、僕が悪かった。そんなこと後にして、今は一刻も早く博士の心臓をなんとかしなきゃ。博士死なないで、死なないで、ビュッペ、なんとかして。